ハレルヤアーメン。こんばんは。ハレルヤアーメン。ハレルヤアーメン。カズキさん、ハレルヤアーメン。コタロウさん、ハレルヤアーメン。皆さん、今日も、お会いしています。ジェイさん、ハレルヤアーメン。私たちは、ネットですけど、このように会っているんです。素晴らしいですね。北海道から沖縄まで全日本のリスナーが集まっているんです。この放送は普通の放送ではありません、この放送はですね、このクリスチャンの集まりなんです。クリスチャンの集まりなんです。神の子供たちの集まりなんですね。皆さん、この放送は、特別な放送なんです。特別な放送です。この放送は、日本中のクリスチャンが集まっている放送です。クリスチャンじゃない人もいるんですが、だいぶ心が洗われてきた。アメン。この放送は、奇跡の放送です。この放送は神の放送です。この放送は癒しの放送です。はい、小太郎さん、ありがとうございます。ここに来た方は神の恵みを受け、神の癒しを受けます。この放送に来た方は、普通の放送では決して受けない、もちろんクリスチャンの放送は別ですけど、他のクリスチャンの放送は別ですが、他の放送では受けない油注ぎを受けます。この放送は、この何かが変わります。何かが変わります。霊的なことが変わります。そして、その霊的なことが変わることによって、物質的なことも変わります。皆さんがこの部屋に来て、その違い、何か1回でも2回でも3回でも4回でも10回でも20回でも来た方は、その来る前の以前と今が違うということに気がついてください。以前と違う、何かが違う、何かが違う。1回でも、この部屋に来ると何かが違う。その違いを認識してほしいと思いますね。そして、その皆さんのその、違うということが、なぜ違うのか、なんで変わったのか、そこにですね、その科学では証明できない、人間の、その理屈では証明できない何かがあるのです。そこに目に見えない神の力が働いているのです。目に見えない神の何かですね、平安が来ているのです。目に見えない神様の祝福が来ているのです。ですから皆さん、その目に見えないことに目を止めてください。目に見えないことに目を止め、なぜこのように変わったんだろう、自分は変わったんだろう、自分は優しくなったんだろう、なぜ癒されてるんだろう、その原因が私ではありません。人間的な理由ではありません。イエス様が理由です。イエス様が理由です。イエスキリストの力が働いてるから、イエスキリストの力が働いてるから変わってきているのです。ですから皆さん、大事なことは、その、大事なポイントをしっかり理解するということです。霊的にその大事なポイントをよく理解するということですね。今日のタイトルはですね、イエス様がいれば他に何もいらない。すごい。イエス様がいれば他に何もいらない。イエス様がいれば他に何もいらない、ね。なぜこんなことが言えるかというとですね、なぜこれが言えるかというと、すべての源がイエス様だということです。イエス様がすべての源である、すべての祝福の源である。健康も経済も人間関係も病気も、同じですね、すべてのその源がイエス・キリストにあるという、このことを悟った時に、このことを悟った時に真理が理解できました。イエス・キリストこそ真理であるということ、そのことを悟ることが、キリスト教です、ね。皆さんが、悟ってほしいのです。なんか悟るっていうと仏教的な用語に聞こえますが、キリスト教でも悟りという言葉を使います。大事なことを悟る、大事なことを悟る、ね。
その大事なことを悟ることによって私たちは、本当に、素晴らしい方向に行きます。皆さんが悟ってほしいのです。皆さんが感じてほしいのです。理解してほしいのです。何が大事なのか、何が大事なのか、私たち人間にとって何が大事なのか、そのことを、悟ってほしいのです。求めれば、理解できます。一生懸命熱心になれば理解できます。心を開くならば理解できます。自分の罪を、悔い改めてイエス・キリストを信じることによって、神様の力を受けることができます。ぜひ皆さん、悟りたいと思ってください。悟りたいと思ってください、教会は東京町田ですね、東京町田に私のリアルの教会がありますが、まあ、この伝道部屋もある意味では教会の一環です。教会の一環です。その教会の伝道の働きの一環がこの伝道部屋ですから、まあ、ある意味では皆さんはその教会の伝道集会に来ているという感じですね。多くの教会は伝道集会といいまして伝道のために集会を持ちます。特別集会とかね。でゲストスピーカーを呼んで、で教会で、集会やりますが、でもリアルの教会ではあまりですね、人が来ませんね。まあ、ガジマさんの集会には結構人が来ますが、ガジマさん以外の集会であまり人が来ないのが現状です。それほど、まあ、ちょっとですね伝道が行き詰まっているというのが、日本の教会の状況です。しかし皆さん、このニコ生ではですね、ニコ生ではたくさんの人が来てくれます。嬉しいですね。私の教会、これ私の教会ですが、ちっちゃい教会でですね、もう20人も入れない、20人ぐらいしか入れないという小さい教会ですが、しかしこの、まあ、小さな教会でもですね、このネットではね、もっとたくさんの人が来てくれる、たくさんの人が来てくれるね、ここで伝道集会やっても誰も来ない、ここで伝道集会やっても誰も来ませんので、ですから、伝道集会をこのネットでやってるという感じでしょうかね。助けて、どうしたんでしょうか。キュウちゃん、日本のネット伝道大事にしよう。ありがとうございます。そう言っていただけると光栄ですね。ネット伝道ですね。はい、ネット伝道ね。まあ、多くの教会がですね、ネット伝道に関心があります。多くの教会はネット伝道に関心があって、まあ、Twitter 使ったり、Facebook 使ったり、ホームページ使って伝道しています。まだまだですね、ニコ生で伝道している教会はあまりないと思いますね。スティッカムとユーストリームだったら結構あるかもしれませんね。ユーストリーム使ってやってる教会もあるとは思いますね。ニコ生ではあんまりないかもしれませんね。まあとにかくですね、まあ、これからどんどん増えてくるんじゃないか。私もユーストやってるんですよ。私もユーストで今同時配信しております。スティッカムはちょっと今、休んでますが、ユーストも今同時配信しております。ちょっと皆さんユーストを一応紹介しておきましょうね。ユーストの方はね、コメントがないので、これがユーストの方の、私のチャンネルですね。それから YouTube にもアップしてありますので、これ YouTube で皆さん録画見るときにはこの YouTube で見ることができます。ニコ生の一般会員の方はこの YouTube で録画を見ることができます。 Ustream でも見ることができます。他のキリスト教参加してこないね。そうなんですよね。なんかどうしてニコ生で伝道しないかちょっと不思議なんですが、まあ、ニコ生で、まあ、私は先駆けっていう感じで、一応明日牧師会がありましてね、明日牧師会がありまして、まあ、一応牧師会でも発表しまして、私がネット伝道をしてるっていうことはもう2年以上前に発表して知ってるんですよね。だけどね、やっぱり牧師会の方でねやりたいっていう人は、まあ、かんちゃんはちょっとやりましたけどね、まあ、他の方でね
やる人はほとんどいないですね。どうしてこんなに素晴らしいのにやらないのかちょっとわからないんですが、やっぱりまあ大変なんでしょう。最初が大変なのかな。まああの、最初は大変だ。あ、一番アクセス数の多いのは1日6200。すごいですね。皆さん、1日6200もあるアクセスのある教会もあるんだそうです。すごいですね。もうそれはすごいと思いますね。そっちの方がネット伝導うまくいってますね。1日6000?すごいですね。皆さん、1日6000のアクセスの教会があるんですか?嫉妬すんな。嫉妬しません。まあ、どこの教会でも、ね、目的は同じです。競争ではありません。Qちゃんの放送を見て、キリスト教信者になったよ。ありがとうございます。あれですね。結局、スピリチュアル TV? あ、スピリチュアル TV 見ない方がいいですね。スピリチュアル TV 見ない方がいいね。スピリチュアル良くない。スピリチュアル良くない。教会の場合は競争じゃないんです。教会の場合は、あれですね。協力です。協力。だから、どんどん、他の教会もやってほしいです。まあ、できればカリスマですね。できればカリスマが、まあ、どんどんやってですね、カリスマ派の伝道が増えてほしいなと思います。まあ、そういうわけで、皆さん、だんだん増えてくるんではないでしょうか。もう私ニコ生では3年やっておりますけど、まだまだ増えないですね。なんでカリスマなんですか。油注ぎを受けるからですね。油注ぎを受けることが大事です。まあでもそのうちポツポツ出てくるんではないかなと思うんですが、もっともっと、まあ、多くの教会がやってほしいと思いますね。日本で一番ちっちゃな教会の私がやってるぐらいですから、まあ、どこの教会でもできるんではないでしょうか、ね。確定申告はあれですよ、2月15日から3月15日ですね。うちの教会のアクセス数は1日2000。すごいですね。1日2000のアクセスがあるんです。すごいですね。もうそれでもうリバイバルじゃないですかね。6000があったり2000があったりね。すごいですよ。すごいです。はい。はい。そういうわけでですね、もう一回ちょっと元に戻ります。ね。イエス様いれば他に何もいらない。よく恋愛でですね、恋愛で彼がいたらもう他に何もいらないとか、彼女がいたらもう何もいらないとか、そういうのあるじゃないですか。ね。そういうわけで、ちょっと恋愛と似ています。恋愛ね。もう彼がいたらもう他に何もいらない。お金がなくてもいい。ね。彼女がいたらもう何もいらない。愛があれば何もいらないっていう、まあ、恋愛。でもそれはね、恋愛は偶像崇拝ですから失恋しますから。その恋愛は良くないんですが、ちょっと似ているわけです。ね。イエス様がいればもう何もいらない。イエス様がいれば何もいらない。ね。イエス様が素晴らしい方なんだ。イエス様がすべてのものを与えてくれるし、すべての力があるんだ。イエス様がいれば何もいらないんだ。これは非常にですね、この信仰をよく表していると思います。イエス様がいればお金も与えてくれるんだよ。イエス様がいればお金も与えてくれるんだよ。そのことを体験すると、確信ができます。皆さんもですね、そのイエス様がいればお金も与えられるんだ。イエス様がいたらどんなことでもできるんだ。イエス様がいたら祈ることができるんだ。願うことができるんだ。この体験をぜひしてほしいんですね。ぜひしてほしい。その体験をすることによってですね、確信を得られます。そしてその確信の中で本当にイエス様が一番大事なんだという焦点を絞ることができます。信仰というのはだんだんこう真理が見えてくることですね。最初のうちはね、真理がよく分かりません。だんだん真理が
あ、キリスト教の中に真理がありそうだな、なんかこうカリスマ派の中に真理があるんだな、イエスキリストが真理だ、イエスキリストが真理だということがわかる、これがキリスト教です。ですから皆さんがこの真理を知ってほしい、イエスキリストが真理なんだよということですね。そして私もですね、私もイエスキリストが真理だということを確信しています。そしてイエス様がいれば他何もいらないぐらいな気持ち、イエス様がいれば全てが OK なんだという気持ち、しかしその中でさらにこう焦点を絞っていきます、フォーカスしていきます、イエス様にフォーカスしていきます、イエス様の御言葉にフォーカスしていきます、イエス様の御心にフォーカスしていきます。このフォーカスすることがとても大事です、ね。フォーカスすることがとても大事です。皆さんがしっかり真理を理解してほしいと思います。それではちょっと御言葉を学びたいと思うんですが、1番目ですね、これはヨハネ14章ですね。ヨハネ14章、イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰一人父の御元に来ることはありません。あなた方はもし私を知っていたなら父をも知っていたはずです。しかし今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。ピリポはイエスに言った、主よ、私たちに父を見せてください、そうすれば満足します。イエスは彼に言われた、ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか。私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですか。私が父におり、父が私におられることをあなたは信じないのですか。私があなた方に言う言葉は、私が父から自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の業をしておられるのです。私が父におり、父が私におられると私が言うのを信じなさい。さもなければ技によって信じなさい。アメン。これはとても大事な御言葉です。私が道であり真理であり命なのです。皆さん言ってください。みんな大きな声で、私が道であり真理であり命なのです。もう一回言いましょう。私は道であり真理であり命なのです。アメン。皆さん、この御言葉は強力です。この御言葉は強力です。もうこの御言葉だけでイエス・キリストが真理だということを悟ります。イエス・キリストが命であるということを悟ります。イエス・キリストが道であることを悟ります。どこに行く道ですか。神に行く道であり、天国に行く道であり、救われる道です。イエス・キリストを信じる道が唯一の道です。イエス・キリストが唯一の真理です。イエス・キリストが唯一の命です。命です。皆さん、このことを悟りましょう。このことを悟りましょう。ピリポがですね、父を見せてください、神を見せてください、よくこの伝道部屋でも、神を見せてくれ、神を見せてくれっていう人がいますよね。そしたらイエス様は何と言ったかというとですね、ピリポ、こんなに長い間、あなた方と一緒にいるのに、あなた方は私を知らなかったのですか。私を見た者は父を見たのです。私を見た者は父を見たのです。イエス・キリストを見た者は神を見たのです。イエス・キリストを見た者は神を見たのです。アメン。ハレルヤ。皆さん、神を見ることができるのです。神を見ることができるのです。イエス・キリストを見るならば神を見ることができるのです。皆さん、イエス・キリストを見た者は神を見ることができるんですよ。皆さん、イエス様がそうおっしゃったんです。ピリポもびっくり、私が父におり、父が私におられることをあなたは信じないのですか、ね。イエス様の中に父がおり、
父がイエス様のおられる、あ、イエス様が父の中におられ、父がイエス様の中におられる。ね、皆さん、これを信じたのがクリスチャンです。クリスチャンは神様がイエス様の中におられ、イエス様が、神様の中におられることを信じました。イエスキリストを信じることが神を信じることであり、イエスキリストを見ることが、神を見ることなのです。アメン。私たちは知ったのです。私たちは悟ったのです。イエスキリストこそ神、イエスキリストこそ神であり、イエスキリストこそ命であり、イエスキリストこそ真理だということを悟ったのです。悟ったのです。真理を悟ったのです。皆さんも悟ったのです。真理を悟ったのです。一番大事な真理、一番大事な真理、それはイエスキリストが誰であるか、イエスキリストは誰であるかという、とても大事な真理を私たちは悟ったのです。アメン。喜びましょう。私たちは知ったのです。神を知ったのです。神を知ったのです。イエスキリストが神だということを知ったのです。皆さん喜びましょう。私たちは真理を知ったのです。真理を知ったのです。アメン。アメン。皆さん喜びましょう。喜びましょうね。私たちは本当に大事なもの、大事な方、一番大事な方を知ったのです。そして、このことをですね、イエス様は例え話で説明しています。どういう例え話か、ちょっともう一回見てみますよ。こういう例え話ですね。ですね、44のところですね。44のところちょっと読みますよ。これはマタイの13。マタイ13ですね。マタイ13。44。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけるとそれを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。また天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけたものは、これは買ってかな、買って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。あ、ごめんなさい、買ってじゃないね、言ってたね。行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。こういう例え話ですね。つまり、イエス様が言いたいのは、イエス様こそその隠された宝、イエス様こそ、素晴らしい値打ちの真珠だということです。イエス様こそ隠された宝、イエス様こそ素晴らしい値打ちの真珠だということ、私たちはそれを見つけたんです。宝を見つけたんです。真珠を見つけたんです。宝を見つけたんです。真珠を見つけたのです。私たちは自分の人生をその方にかける価値があるんだ。その方のために生きる価値があるんだ。私たちは人生をかける素晴らしい宝を見つけたんだ。真珠を見つけたんだということです。アメン。これがキリスト教です。これがキリスト教です。これが信仰です。皆さん、私たちは人生をかける方を見つけたんです。宝を見つけたんです。アメン。この方、イエス様がいれば他に何もいらない、イエス様がいれば他に何もいらないという宝であり、素晴らしい真珠を見つけたのです。イエス様こそ命です。イエス様こそ命です。皆さん悟りましたか、悟りましたか、理解しましたか。イエス様を信じて油注ぎを受けている方は理解できます。油注ぎを受けている方は真理を悟ることができます。真理から真理悟ることができます。アメン。アメン。多くの人はですね、その何が大事かがわからないんです。何が大事かがわからない、だから探しています、だから迷っています。だから悩んでいるんです。何が大事かがわからないんです。何が大事かわからない。だから悩んでいるんですよ。皆さんがもし悩んでいるなら、ね、ちょっと質問しましょうね。皆さん悩んでる人が1。悩んでる人が1。
悩んでない人がに、もうあのちょっとでも悩んでたら、あ、ちょっと悩んだらって言ったらいいかな。まあおおよそ人生が悩んでる人が1、人生がわからない、一体人生は何なのかわかんない人が1、人生が、ね、悩んでない人、が2です。いきます。人生が悩んでる方が1です。悩んでるというよりも、迷ってると言ったらいいかな。何が大事かわかんない、何が大事かわかんない、迷ってる人が1ね、迷ってない人が2。いきます。1、2の3。わお、ハレルヤ、アメン。 47% の人がね、迷っています。これ喜んでいいのかな喜んでいいんだから喜んで喜べないのかちょっと分かりませんが、 48% の人のが迷っています。迷っています。迷ってるということはまだ真理を知らないからです。まだ命を知らないからです。ぜひ迷ってる方、迷ってる方ね、悟ってください。知ってください。イエス・キリストこそ真理である。イエス・キリストこそ命であるね。そのことを悟るならばもう迷いません。イエス・キリストを知ったら迷いません。大事なことが分かったからです。大事な方が分かったから、宝が見つかったから、素晴らしい真珠が見つかったから、もう迷わないのです。もう迷わないのです。迷うということは自分の人生を何にかけたらいいか分からないのです。自分の人生を、パチンコにかけたり FX にかけたり、ね、もう恋愛にかけたり、自分の人生をかけることに間違っています。自分の人生ビジネスにかけてる方も多いでしょう。勉強に人生をかけてる方も多いでしょう。それは間違った人生のかけ方です。間違ったものに人生をかけるのではなくて、この方、真理の方に人生をかけるのです。本当の宝に人生をかけるのです。それが、迷わないということです。迷ってるというのは何に人生をかけたらいいのかわからないということですね。何に人生をかけたらいいかわからない、だから迷っている、だから悩んでいるということです。皆さん、ぜひぜひ、知ってください。聞いてください。私たち一人一人が人生にかけるべきお方、人生にかけるべきお方はイエス・キリスト以外にはありません。イエス・キリスト以外に人生をかける方はいません。皆さんの人生ね、かけるべきお方、真理に人生をかけるべきです。一番大事なことに、一番大事な方に人生をかけるべきです。それが本当の成功です。本当の成功です。この世で成功することが成功ではありません。本当の成功は、真理に命をかけることです。本当に、そこに意味があり、価値があり、報いがあり、天において報いがあり、そして、天において、宝が蓄えられ、そして、神様に喜ばれ、私たちの人生で最高の人生は、最高の人生はこの方に人生をかけることです。この方に人生をかける、これが最高の人生であり成功なんです。本当の霊的成功、霊的な成功はイエス・キリストの人生をかけることです。アメン、アメン、アメン、アメン。はい、それではですね、明石タイムですね。今日の明石タイムはですね、イエス様がいれば他に何もいらない証。イエス様がいれば他に何もいらない証。いきましょうか。それではですね、イエス様がいれば他に何もいらない証。イエス様こそ命。イエス様こそ命証。スタート。スタート。アメン。イエス様がいるので、ゲイやめます。
FX やめます、インフルエンザ治りました、命の尊さを知りました、仏壇なんぞいらないと思った、神様の栄光を表すために生涯を捧げます、 USS さん、肩こりが治りました、イエス様と共に人生を歩んでいきたいです、小太郎さん、神様以外すべてを捨てようと思います、頭痛が治りました、差別しなくなりました、イエス様の愛で胸がいっぱいです、イエス様を信じるので私を救ってください、もう信じた時点で救われました、うなちゃんマンの放送を 見なくなりました、死なさいということでは物理的に死なさいということではありません、イエス様のために生きるということですね、イエス様のために生きるということです、心が潤いました、高血圧が治った、イエス様を絶対崇拝します、来月韓国に行って韓国の兄弟姉妹に会います、キューちゃんの放送が楽しみになりました、イエス様がいればキューちゃんがいらないと思いました、ハレルヤアメン、視野が広がりました、この放送がいらないと思いました暗黒放送を見るのやめました、神社はいらないと思いました、2チャンネル見るのをやめました、クリスチャン同士を兄弟姉妹というの、ゲイいらないと思いました、ブランカンテレビはいらないと思いました、イエス様こそ真の救い主だと思いました、イエス様がいたおかげで人生救われました、賛美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 捧げます、ニコ玉見るのやめました、人に親切にしようと思います、ディスリーに耐えられるようになりました、ヤフミいらないと思いました、無神論をやめました、全部捨てたいと思いました、イエス様のおかげで本当の勇気を知りました、イエス様はいつでも味方です、本当の幸いって何でしょうか、イエス様に、祝福されることです、祈ったら家賃が振り込まれました、 FX やめたら統合失調症が治った、I'm not afraid to die.
アスペが治りました。イエス様だけにしたいです。リーフさん、イエス様だけにしたいです。家族を大切にしようと思います。風邪が治りました。キリスト教に改宗します。原発はいらないと思いました。新聞の広告にクロスを載せてもいいですか。いいですよ。人おかげでイエス様が共にいることを実感しました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。アメン。主よ、リバイバルを早めてください。リバイバル新聞復活してないですね。いつかキューチャーの教会で祈りたいです。子供会でこの放送を見せていいですか。いいですよ。イエス様は私を救ってください。救われます。思い切って信じましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それではですね、これはですね、あれですね、紅茶ですね、紅茶、紅茶を飲んでます。それではですね、今度はですね、今日はですね、祈りをしましょうね。はい、じゃあ、まだちょっと時間がありますので、今日はですね、祈り会をしましょう。祈り会ね、この伝道部屋は伝道が目的です。そしてまた聖書の教えも目的です。しかし祈りも目的です。もっと賛美が欲しいですね。昨日ね、ナウさんが賛美してくれましたが、ああいう賛美がもっと増えてほしいですね。まあ、その伝道部屋ですが、まあ、教会の活動、教会活動としてもやっていきたいんですね。ですから祈り会も必要ということで、時々祈り会。ナオさん、よかった。ああ、よかったですよね。私もちょっと歌の練習しようかなと思ってます。じゃあ皆さん、祈り会をします。祈り会、皆さん、まあ、自分のことでもいいです。また日本のこと、世界のこと、ね、神様のこと、祈り会しましょう。はい、じゃあ皆さん、イエス様を信じている方は特に一緒に祈りましょう。ニコ玉祈り会スタート。ニコ玉祈り会スタート。日本の1億2000万人がキリスト教になりますように。アメン。いい祈りだけね。結婚できますように。復元できますように。精神病を治してください。癒してください。イエス様と一緒にいられますように。公務員になれますように。イエス様の素晴らしさが世界に広がりますように。もっと笑って、楽しく笑って暮らせますように。夕食食べられますように。日本から寺院がなくなりますように。仏教とかキリスト教に改宗しますように。リスナーさんが祝福されますように。
同性愛がなくなりますように、仏壇がなくなりますように、犯罪者がいなくなりますように。日本に来てください、イエス様。地震が起きませんように、性欲がなくなりますように、世界が平和になりますように、キューチャーの教会が全国に増えますように。ありがとう。イエス様に会いたい。イエス様の教えが幅広く知れ渡りますように。イエス様、お金をください。運営が悔い改めて霊的になりますよ。嵐がなくなりますように。ニコ玉がこの放送だけになりますように。景気が良くなりますように。日本の子供たちが見てくれますように。御言葉が広まりますように。鬱が癒されますように。キューちゃんの子供がカリスマ派になりますように。進化論が教科書から消えますように。この放送が NHK で放送されますように。世界が一つになりますように。頭痛がなくなりますように。キリスト教が義務教育になりますように。幸せになりますように。助けてください。一人一人が伝道放送しますように。お金が与えられますように。一日一日が幸せでありますように。イエス様に救われますように。心が癒されますように。自分の迷いが消えますように。迷える子羊が救われますように。イエス様は一番の働き人です。子供が授かりますように。主の平和をお与えください。この世のすべての人がイエス様に頼りますように。偶像崇拝がなくなりますように。原発依存がなくなりますように。キリスト教の偏見がなくなりますように。キューちゃんの老眼が治りますように。ありがとう。全世界の70億人がキリスト教徒になりますように。禁煙できますように。アラブに平和がありますように。この放送の偏見がなくなりますように。暴力がなくなりますように。カリスマ派だらけになりますように。キューチャーの教会がにぎわいますように。アメン。悩んでいる方、苦しんでいる方、普通の方も多くの人がこの放送を見るように。
主の賛美が世界にあふれますように、イエス様の教えで世界中が優しくなりますように、主の皆が崇められますように、この放送を見る人が増えますように、自殺のない世の中になりますように、キュちゃん牧師が風邪をひかないようにありがとうございます。センター試験が霊的センター試験になりますように、アメン。病んでる兄弟たちが癒されますように、イエス様を崇拝します。心が豊かになりますように、一日も早くリバイバルが起きますように、私の予言の教予言が教会のところを高めますように。はい、ありがとうございました、ありがとうございました、アメン。素晴らしい。神の愛で愛せますように、受験生が志望校に合格しますように、偶像が一夜で滅びますように、アメン。ありがとうございます。ね、まあ、読めない祈りもありましたけど、肉的なものを捨ててイエス様だけでできますように。アメン。皆さん、全部読めなかったんですが、でも皆さんの書いた祈りが天に届いてると信じます。ですから、まあ、もちろん、ちょっと多くてですね、全部読めないんですけど、でも、心配しないでください。他の方が目にしています。またこの祈りが天に届いていると信じますので、皆さん、イエス・キリストを通して祈りが聞かれると信じましょう。イエス・キリストを通して祈りが聞かれます、祈りが聞かれます。イエス様が言われました、私の名によって祈るならば、何でも祈りなさい、何でも叶え、私の御心を行う、私の言葉にとどまるなら、私にとどまり、私の言葉がとどまるなら、何でも、願いなさいと言われました。ですから私たちは、イエス様を信じているのですから、またイエス様の言葉を守っているのですから、何でも願いましょう。何でも願いましょう。皆さん、キリスト教というのは、イエス・キリストを通して祈りが叶えられることです。キリスト教というのはイエス・キリストの名によって祈る祈りが叶えられるということです。皆さんがそのことを体験してほしいのです。祈りが叶えられるということを体験してほしいのです。しかし、それを信じる必要があります。祈りが叶えられると信じる、その子供のような信仰が必要です。子供のような信仰が、必要なんです。ですから皆さん、信じましょう。信じましょう。アメン。信じるのです。アメン。ぜひぜひ、皆さんの、祈りが日本を救います。皆さんの祈りが、日本人を救います。皆さんの祈りが必要です。リバイバルのために皆さん一緒に祈っていきましょう。一緒に祈っていくんです。もう今、日本に必要なのはリバイバルです。もちろん日本に必要なのはイエス様です。イエス様が必要なんですが、日本に必要なのはイエス様であり、そして、リバイバルです。イエス様に必要なのは、祈りでありリバイバルです。リバイバルが必要です。アメン、アメン、アメン。ぜひ皆さん、そのことをしっかり理解することです。本当に私たちにとって必要なのは、祈りであり、イエス様であり、そしてリバイバルなんだということですね。そのことが、必要です。はい。そういうわけで、ぜひぜひ、
私たち祈っていきましょう、ね、今日は一緒に祈れて本当に嬉しいです。そしてこの、伝道部屋だけじゃなくて皆さん、この、個人的にも祈ってください。ちょっとアンケート取りましょうね、皆さんがイエス様を信じました。そして個人的にも、まあ、定期的じゃないとしても、まあ、たまでもいいですが祈ってる方、イエスキリストの名によって祈ってる方、祈る方は1、ねまだ信じてるけど祈ってないとか、信じてないくて祈ってないとかいう人が2ですね、私は、まあ時々祈ります、ねイエス様に祈りますという人が1です、ね、祈ったことがない、ね祈っていないという人が2です。いきます。1、2の3。わお、すごい。 27% 27%、 4人に1人。皆さん、4人に1人ってすごいと思いますよ。4人に1人の人が祈ってる、これは素晴らしい。皆さん、もっともっと祈ってください。もっともっと祈ってくださいね。皆さんの祈りが日本を変えます。皆さんの祈りがね、リバイバルを起こします。皆さんの祈りがですね、この悪魔に打ち勝つんです。私たちの祈りがですね、悪魔に打ち勝ちます。ですからぜひぜひ皆さん、ぜひぜひですね、祈り続けましょう。祈り続けましょう。そして、その祈りがですね、本当に叶えられます。皆さんは素晴らしい、素晴らしい祈り手です。ぜひぜひですね、朝起きたら祈って、食事の前で祈って、ニコ生見る前に祈って、出かける前に祈って、夜祈って、寝る前に祈って、夢で祈って、お風呂で祈って、トイレで祈って、歩く時も祈って、電車の中でも祈って、仕事中でも祈って、学校で祈って、祈って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 絶えず祈りなさいというね、絶えず祈りなさいっていう命令がありますから、皆さん祈りましょう。祈りがね、で祈りというのはもうそれは神様との会話です。皆さん祈りを義務だと思わないでください。祈りは義務じゃないんです、特権です。皆さんもしですね、例えば自分の好きな、タレント俳優電話できたら嬉しいと思いませんか。自分の好きな、タレントともしこの、電話ができたら嬉しいでしょ。皆さん、最高のお方、神様、神様と、神様とですね会話ができるんです。それが祈りなんですよ。皆さん、皆さん、イエスキリストを信じると、イエスキリストを信じると神様と会話ができるんです。ですから祈りというのは義務じゃないんです。祈んなきゃいけないね、クリスチャンは祈んなきゃいけない、そういう義務じゃないんです。祈りというのは特権なんです。祈ることができる、祈ることができる、神様と祈ることができるという特権ですね。私もですね、一応スカイプありますので、コミにスカイプの ID が貼ってありますので、皆さん私ともスカイプできますので、まあ、もし忙しい時はできませんが、時間がある時は祈れます。お話できますから、スカイプかけてくださって結構ですが、しかし皆さんは祈りでイエス様と会話ができます。そして祈って祈って、皆さんの人生がイエス様に祈ることによって開かれます。祈ることによって願いが叶えられます。祈ることによっていろんな祝福が来ます。祈ることによって何でも受けることができます。もし信仰が欲しいことはイエス様信仰くださいと言えばいいです。もし人を許したかったらイエス様許しますと言えば許す心がもらえます。お金が欲しかったらイエス様お金ください、お金が足りません、お金くださいって祈っていいんです。病気の方はイエス様病気を癒してください、病気を癒してくださいと祈ってください。友達のためにも祈ってください。家族のために祈ってください。もう何でも良いことは祈ってください。悪いことは祈ってダメですよ。悪いことはね、大金持ちになりたいとかですね、
誰かを呪っちゃうとか、そういう祈りはダメですよ。だけど、いい祈りはどんどんしてください。ね。いい祈りはどんどんするんです。ですから皆さん、祈りに力がある。祈りが叶えられるということを確信すること。これは信仰なんです。信仰です。もう、何でも祈っていいんです。何でも祈っていいんです。今日、皆さんがこのニコ生祈り会をして、皆さんが祈ってくれたことをね、祈りましょう。祈りましょう。皆さんの祈りが日本を変えます。皆さんの祈りが世界を変えます。皆さんの祈りを、皆さんを変えます。皆さんの人生を変えます。皆さんの家族を変えます。皆さん、イエス様を知ったんですから、ね、今日のタイトルに戻りますが、ね、イエス様がいれば何もいらない。イエス様がいれば他に何もいらない。イエス様がいれば最高なんだ。イエス様がいるわ。イエス様がいるならば、何でもできるんだ。私を強くしてくださる方によって私は何でもできるんだと書いてあります。イエス様がいれば何でもできるんだ。イエス様がいれば何でもできるんだ。イエス様だけに信頼しよう。イエス様だけに頼ろう。イエス様だけに期待しよう。イエス様だけに希望を置こう。人生をかけよう。この方に人生をかけよう。人生にかけよう。自分の人生をこの方にかけようと決心しましょう。じゃあ皆さん、本当に祈りが聞かれたい方、この方に頼りたい方、この方こそ、この方がいれば何もいらないと、思いたい方、本当に、そのことを思いましょう。ぜひぜひ皆さん、そのような方、アメンと言ってください。アメン、アメン。その方ね、そういうふうに思いたい方、アメンと言ってください。アメン。アメン、アメン。第3アメン、第3アメン。小太郎さん、アメン、アメン、アメン。リュウさん、アメン、アメン。皆さんは、素晴らしい価値の宝石を見つけたのです。皆さんは、隠された宝を見つけたのです。イエス様こそ、宝です、真珠です。お祈りします。天皇様、以前は迷ってばっかりいました。何が大事かも分かりません。真理が分かりませんでした。宝が分かりませんでした。迷って迷ってどうしたらいいか分からない。何が大事かわからない。人生がわかりませんでした。しかし今、イエス様に見つけられたんです。イエス様に見つけられ、またイエス様を見つけました。イエス様こそ真理であり、イエス様こそ命だということがわかりました。わかることがわかるようにされた、されました。悟りました。一番大事なことを悟りました。この方だけです。この方だけです。私たちのために死んでくださった。この方だけです。この方が真理であり、この方が命です。この方を通して、私たちは神と和解し、神の子供になれたのです。この方が全ての全て、この方が全ての全て、この方が命であり、この方が真理だということが悟りました。しかし、もっと、もっと悟りたい、もっと悟りたい、もっとイエス様、もっと教えてください、もっと教えてください、イエス様、もっと教えてください。どうぞリスナーの方々、本当の真理を知ることができますように、イエス様、どうぞ、どうぞ祝福してください、リスナーを祝福してください、リスナーを、救ってください、イエス様。願いを叶えてください。祈りを叶えてください。病気を癒してください。日本にリバイバルが、日本にリバイバルが来ますように、聖霊の雨を降らしてください。聖霊の雨を降らしてください。日本を変えてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン。ありがとうございました。シャローン、シャローン。また明日お会いしましょう。シャローン。シャローム、おやすみなさい、おやすみなさい。シャローム、シャローム、シャローム、アーメン、アーメン、アーメン。ハレルヤ、アーメン。